外来種の花、紫カタバミ、長身ひなげし、荒れ地花笠、トウネズミ餅、キクイモ、不要があります。それぞれの動画は再生リストにまとめてありますので、ぜひご覧ください。はい、やってまいりました。こちらは近所の休耕田です。これは長身ひなげしなんですけども、白変種ですね。ちょっと珍しかったので、撮影してみました。普通は長身ひなげしは白ではなくてオレンジ色なんですね。はい、それでこれが普通の長身ひなげしなんですね。こんな感じでオレンジ色になってますね。これが本来の色です。ここはカラスのエンドウと一緒に生えてますね。しかしこんな感じで白く突然変異になったんでしょうか。まあ、この辺りのものだけ結構白いんですね、こうやってね。はい、でこれは基本的には食用にはなりません。ですので利用するとしたら燃やして灰にして窒素固定で土地を肥やすっていう、そういう使い方になるんですけども、まあいずれにしましても、まあ生命力強い雑草ですね。はい。ということで、ちょっと以前にも紹介したんですけども、今回は色が白い長身ひなげしということでご紹介しました。はい。ということで、本日はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたら、どしどしお寄せください。それでは失礼いたします。